前々からあのダリをあの使い倒してるんですけど、き今日もそんな話で,で、まあ、いろいろやってるんですけど、えっと今日は非常に軽い話でなんか、夏休みの自由研究ぐらいの感じで、ちょっと面白い話をしたいかなと思います。プロンプトあのなんとか思いつくままにいろいろ入れて絵を出してても面白いんですけど、ちょっとテーマを持ってあのプロンプトを入れると面白いんじゃないかなということを考えました。すごく変なこととを考ええましたんで、えーっと どういうことかというと、えっと、誰にこういう、えっと、この表紙にありますけど、DHOOD、H o o D、何々何々っていう,こういう長い無意味な文字列を入れたときに何、どんな絵を返してくるかということをやってみました。<ー> 面白いでしょつまり我々の言語我々の使ってる自然言語の意味が分かってるような振る舞いをしてるっていうのはそれだけで面白いんだけど我々にも意味が分かんないような文字列を与えた時になぜかそれの意味が分かっちゃうっていう無意味が理解できるっていうのはなんか人類を超えたんじゃないかってなんかそっちへ超えても方向違いな気がしますけどある種シンギュラリティなのかなと思ったりなんかっていう。 まあそういう冗談みたいな話です。これは、うん、そうなんですかこの、<laughs> はい、このやつの絵はその言葉がるその通りです。あのこれ、あの先にネタバレしてますけど、DH 何々ってこれ長い文字列を入れたときに、実際にダリが生成してきた8枚の絵がこれなんですよ。<ー>で、これ、タイなんですよね。タイの国の観光地がなぜか出てくる。どこにタイがただっこ言,言葉が似てるんじゃないですか、多分タイ語を英語で表記する。 そうタイ語ってよく英語で表記するので、それのどっかが似てたっていうことなんだとは思うんですけど、なぜタイっていう,ういう、そういう現象が起きてますということです。うんはい、で、中身に入ります。概要ですけど、これ、きっかけは何だったかというと、こんな論文があって、誰がが隠語を使ってるんじゃなかろうかということを示唆する論文が今年の初めぐらいに出てるんですよね。にあにえしかも2 0 2 0年6月いこの間、出たんですね。でえー、っと <laughs> つまりまやりましたよねこの話は、ね、やってますね、松田先生からあの説明していただきましたけど、この下の図にあるように、2人の農夫が野菜について話をしてるのを吹き出し付きで絵を描いてくれって言ったら、この吹き出しの中にアポプロエなんとかっていうわけのわかんない文字列を書いてきたと。 でそのわけのわかんない文字列を拾ってテキストでもう一回打ち込んで、その絵を描かせたら、なんか食べ物とか鳥の絵を出してきた。だからこのアポプレノンとか鳥なんじゃなかろうかとかね、そういうことを言ってて、だから我々にはわかんない単語、言語を誰が使い始めたんじゃなかろうかってことを示唆する論文なんです。で、私はこれに結構疑いを持ってて、そうっとも言い切れないんじゃないかなと思いました。で、ちょっといろいろやってみました。 でこれも同じ論文から取ってきたんですけど、これ何やったかというと、訳、えー、のわかんない何々々って、アポプロエ何々がイーティング、食べている、で、コンタラ何々と、だから訳のわかんない文字列がわけのわかんない文字列を食べているっていうプロンプトを入れて、画像を出したら、鳥が虫を食べてると。 いうのが出てきたから、さっきの農夫はとなんか鳥が穀物を食い荒らしてあの大変なんだよとかいう話をしてたかもしれないっていうことを言うんですけど、これは割となんかちょっと私は否定できたんじゃないかなと思ってましたえとその単語は両方ともあれですよね。誰が出した単語なんですよねここ。そうなんです。ここにアポプロエ何々とか、上の方にアブコーナとかってあって、それを、えー、と要するに、えっ、ー、と、 アポプレなんとかが、えー、と何を食べてるっていうのはそういうにはいはい。っていう文字列を入れたと。で、私は試しに入れたのはこんなです。 わけのわかんない TV 系通り何々っていう文字列が Eating <ー>またわけのわかんない何々っていう文字列を入れたらやっぱりこんな絵を出してきた。<ー>だから結局誰ってどんな文字列を与えても何かしらの絵を返してきてエラーにはならないんですよ。で、その時なんで鳥と虫が出てきたのかわかんないんですけど、うん、まあそういうものが出てきやすいと。Eating、うん、ってやるとなんか鳥が虫を食べてる絵が出てきやすい。 ということはなんかさっきの論文の主張は結構もう否定されてるんじゃないけど、また違う文字列ってアートヌトゥヌヌーイーティング LRS 何々これもやっぱり鳥が何か食べてたり、まあ、リスが何か食べてたりする絵も出てくるんですけどこういうことなんでどうも意味のない文字列からもなんか生成してくるからそのあのさっきの論文の主張は違うんじゃないかなというふうに見ているということですで さらにいろいろろテストしましまたじゃあ、無意味な文字列を入れ,て入れてみたら、一体何が出てくるのかという、その傾向をつかもうとして、えー、いろんなことをやってみました。 でえー、とどうやって無,無意味な文字列を作ったかというと単語ごとき、これはあのアルファベットの ABCD がそれぞれ何パーセントの確率で出てくるかというのは公開されてるデータがあって例えばいいというのは一番よく出てきて12%ぐらいはいいだよとかそういうのが出ているのであのいその分布にし確率分布に従って独立に1文字をサンプリングしてきてそれを8文字とかつなげたということなので本当はシーンばっかりずっと並んだりはしない。 ですが、そこは考慮に入れなくても、お互い独立で、とにかく確率分布通りに、1文字ずつ、うん、拾ってきて、単語もどきを作ったというプログラムを書いて、えーうん、誰に与えてみました。で、実際た、例えば MTY みたいな1文字、次は OEMT みたいな2文字。 AI だったら AI 出てくるんでしょうかねとか ET だったらあのエクストラテリストリエルあル地球外生物とか出てくるんですかねとかあと無意味だったら何が出てくるんですかねとか4文字8文字16文字と調子に乗って32文字64文字までやってみましたっていうのが序盤なんですけどえっとこ,こ,でここからあとはひたすらこの単語を入れたら結果どんな絵が出たかというのがずーっとあの 列挙されていくわけけですけどいうわけで、ここからは結果なんですが、うん <coughs>、まずは1文字、1文字、例えば M っていうのを入れると、8枚絵を出すとこんなのが出てきます。うん、なんで M でこれなのかって、なんかファッションのブランドみたいですよね。M なんてあったっけ でしかも若い女性のオシャレ生活みたいな。左上なんかこう、すごい色の靴で、うん、これ、なんだろうベ、ベネトンよくわかんないですけどね <laughs> あの。ブランド商品っぽいオシャレな若い女性のオシャレ生活みたいな感じの絵が、そういうテイストのものが出てきます。うん、T。T もなんかインテリアっぽいですね。装飾、室内装飾品みたいなのが出てきますよね。それから、K。K はどういうわけか、えっと、あれちょっと待ってい。今<前> Y を飛ばしました。Y Y, y, y もなんかこう葉っぱみたいに使って、室内装飾とか、東京ハンズで売ってそうなんですね。だから、K、K はなぜか K という文字が全部に表れました。本当だね、そこだけが違いますね。うん、そ,うそうそうそう、なんで表れたのかさっぱりわかんないですけど、K。それから、母音はどうかと。A はやっぱり明るい、なんかオトメチックっていうのかな <laughs> 女、女性っぽい、マカロンとかですね。はい え、なんでかなわかんないですね。A なただの漢視なんで、<laughs> うん、A に意味がないだろうと思うんですけどね、E なんて一番よく出てくるあの文字なんで、うん、それで A とか S とか出てくるし、絶対テイストがなんかおしゃれっぽくて、女性のファッション雑誌で。 使われそうな感じのテイストの,あ,のあれですね。で愛はやっぱりテイスト似てるんですけど、マイクの愛って愛の形から来ただろうとか、この桜坊の絵が愛なのかなとか、この綱用紙が愛なのかなとか、ちょっと愛の形から来てるかもしれない。なんかマイクの後ろに人が隠れてるのはんでなんでしょう人形みたいなやつですね。これなんで <laughs> なんカラオケでも。はい。ちょっと意味がわからない。はい で、O はなんか形を、形から来てるのも結構ありますね。ドーナツなんのかイカリングなのかわかんないですけど、丸っこいやつとか、クルビも丸いですしね。なんか丸から来てるとか。で、U は、U がさらにハート型になったりしても、U っぽい形をフィーチャーしたおしゃれな絵という感じですね。なので、1文字はこんなでした。なぜか意味ないはずなのに、割とテイストの2体が出てくる。どういうわけかさっぱりわかりません。 さあ文字どうでしょうと、e、さっき、おうとい、e、いそれぞれあったけど、多い、e、はもう全然統一感がないです、ね。人が出てきたり、食べ物が出てきたり。でもあ、<っ>本当だ。こっちの方が自然な感じしますね。なんか、うん、わけわからんから、もうとにかくいろいろ出してみたと。そ、うん、そううあるいはわけわからんっていうよりかは、あれかもしれませんね。うん、なんかそれ、そのそのいいという言葉に関係するものが出てるのかもしれないですね。うん多い、うんうん という単語が辞書に載ってるか載ってないかはよくわかんないです。あと、統一感がないということは、なんかあの、デノイズしてく直ちに依存して、言葉に引っ張られずに、そのまま画像が出てきたような感じもするですね。で、次は。OE を含む単語ってことないですかああ、どうなんでしょうね。外まで補害するってあるんですかね。 うん、寿司とか、寿司に爪楊枝さ刺してもご飯がボロボロに崩れちゃうだろうと思うんですけど、うんうん、あんまり多い思い当たらないっすな、うん、で <laughs> 次は MT <ー>。マウンテンですね。マウント富士とかでも MT。うん、だから文字列にこういう,ふうに意味があるときは、ちゃんとそれに引っ張られてそういう映画で。うん、意味がないときは多分、ランダムに選んだやつをそのままでノイズして適当な映画、統一感のない映画が出てくるんじゃないかなという気がしました。次、 TN もわかんないんですけど、えっと、略語としてはテネシー州ってのがあって、アメリカの国旗が出てますからね、うん、これもしかしたらテネシー州の景色なのかもしれないなと想像したということですね。うん、LT、これも、えっと、リトアニアの略らしいですけど、うん、じゃあこの風景がリトアニアにかって、まあ、寒そうだし、なんかその寒そうな海。 ですが、いや本当にリト,アリ,リトアニアの画像かどうかはわかりません。ん NA はもう全然バラバラですな、ね、なんか、イグアナみたいなのが出てきたり、これ、コロッケえエ,ビエビコロッケですかね、そんなんとか、人とか、うん。これは多分、NA っていうのな何だかわかんないから、言葉に引き寄せられずに、初期値をそのままデロイズして絵になったと感じます。いやー、引き寄せられてると思うな、なんか意味がある。ああ、どっか行ってるかもしれない。 理由を説明してくれたらいいのにね。そうなんですよね。な,なんでこれだたのなぜだそうですよね。はい、それを GPT3 あたりと組み合わせて、なんでだよっていうのもその心を語ってほしいですよね。うん、で、今とかないから、こうやっていろんな文字列を入れて、何やってるんだろうっていうのをこう推測してるっていう、うん、結構面白いですね。うんうん、ET はあの地球外生物のエクストラテレストリアが出てくるかなと思ったら出てこないし、エチオピアもなんかわかんないし、ただこの 目の眼鏡のこの丸っこい眼鏡ってあの目の検査するときにこのマゾリレンズを上からスポッて入れるようなそういうレンズっぽいんでもしかしたらアイテスティングの ET かなっておーそうな分 <laughs> かんないですけどねあと後ろですよ<う>猫がなんか猫を抱いてるけどこの猫も潰れてなんかあの なんか、バッグみたいな猫ですよね。あと、なんか豆せんべい、<ー>お,おかきみたいなあられみたいなのがなんかこう鳥みたいなとこに並んでるってよくわかんないシュールな絵ですよね。ねもうなんで出てきたかわかんないんで、いろいろ試していくうちに何か法則性出てくるかなと思っていろいろあった。ウーって、いや、もしかしたらこれウーマンかもしれないです。だから外へほが,いほがいしてうんうんって可能性はありますよね。 っていうのこれは単語あるんですよ。関東誌であのすっごい気持ち悪い嫌なものを見ちゃったって、うーってなるっていうその表情ですね。こ <laughs> の口の人たちはうーってう。う<ー>って <laughs> 口になってますよねで。これはちゃんとそういう表情になってるんです。すごい納得がいく。ああ、意味分かってるなっていう意味通りの絵を出してきてます。AI が何もないですね。 いや人工知能でなんかすごいのとか出てくるのかなと思ったんですがあ<ー> A と I の文字しか出てこないう一。う 一般名詞があるんですああい,いって発音するんですけど、これはあの怠け者の中でもあの三本指のやつとは二本指のやつがあるんだけど、三本指の、ま、怠け者のことを、三つ指怠け者って言って、これ木、木からぶら下がって一日中動かないあの、怠けてると思ってたんですけど、これ、ああい,いっていう一般名詞としてあるんだから、絶対辞書に載ってるはずで、そいつが出てきてほしかったんだけどあの、人工知能も出てこなきゃ、怠け者も出てこないっていうの文字しか出てこないので、なぜか分かりません。 っていうのは調子であのどん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 なんかひたすら止まらなくなってやってます。今度四文字です。T R W A。WA、<laughs> これがなんか荒涼としたふあの空気で。 霧が巻いてますけど、WA がワシントン州、シアトルがある州かもしれないです。そうすると、もうカナダにあの隣り合ってる、すごい寒い方なんで、雪景色だったり、あとあそこよく霧が巻くんですよね、天気がいつも悪い、うん、雨がしょぼしょぼ降ってる、あと前、ボーイングが立ち上がった時にシアトルというか、ワシントン州だったんで、なんかボーイングの廃墟ですか、これはみたいな、よく分かんないですけど、これは私が勝手に思ってるだけです。 WNEA、これはもう全然バラバラで統一感ないですね。だから c ダッドこれダッドっていうお父ちゃんっていう文字列があるので、おそらくそれに引っ張られてなんか男性が多いですよね。なんか、うん、まあね。これマネーのトランプっていうか,なんかお、お金の上にトランプっぽい人がいますけどね。こういうのは誰でも出てきちゃうんですね。うん さらにこれがすごい統一感が出てました、ね。EAA、麦畑、全部麦畑ですよ。これなんだろうなとあの。マーケティング用語でイヤースっていうのがあって、パースとかサースとかなんかありますね。あれかなと思って、エブリスイン・アザ・サービスかなと思ったけど、それは全然関係なくて、多分エバー・グレイズっていう地名があって、その土地の、えー、農業エリアみたいな EAA っていう単語をやって、おそらくそこから来てるんじゃないかなと思いました。 おうん、なので、えっと、部分列に意味があるとそっちに引っ張れる、あとバラバラになっちゃう時もあるというのが今までの結果です。さあどんどん調子に乗って、8文字、オットパルフェ。これ、なんか全部食べ物ですけどねあの、生物画みたいなやつはすごい美しいんだけど、リアル食べ物みたいなやつはまずそうですよね。しかもこのパイなんてこんなふうに切るかって、残りはどこいったんだっていう、こんな切り方しないよなとか、変な絵が出てきまし、ねうん えっとこれは IWPSTRN。これもまあいろんな絵ですよね。だから統一感がなくて、なんかシールですよね。あのなんか生物の学者みたいな人がこう野菜とかで実験してるような絵ですね。うんうん、だからこれ IYIT マット。これ全部食べ物ですよね。しかもベトナム風だったり、タイ風だったり。この うどんは日本風ですね。あと、右下なんか中華風だし、き焼き鳥も日本風ですな。だからアア、アジアっぽい、アジアンエスニックな食べ物。うん、この文字列のどこにそんなものがあったのかさっぱりわかんないですね。ベッセミューこれがみんなカモメですよね。カモメというか、海猫というか、<laughs> 一つだけ違いますけどね。えー、っと、あのミウっていうのはこれ、猫の鳴き声、ニアオンなんですよね。 で、<ー>カモメの鳴き声もやっぱりミュウなんです、ね。海猫っちゅうぐらいで。<ー>で、ベッセってお、おそらくベッセルを連想して、ベッセルってのは大型船なんですよ。<ー>だから、その大型船のあたりにいるミュウミュウ鳴くやつってことで、連想を働いてカモメが出てきたのかなっていう想像<ー> <laughs> ですね。だから、なんかあること、ねうん、えっと、2回やったんですか そそうですそうでです、す。1回で上の4つが出てきて、ははいはい、同じボ法律をもう1回やると下の4つが出てきた。気に入らないからってあの捨ててもう1回とかあんまりやってなくて、大体最初に出てきたやつを2回採用しています。 これがここまでが8文字ですね。で、調子にとって16文字、32文字、なのでなんかもうどうにも止まらないじゃないけど、止まんなくなってて16文字どうなんだってやっていました。16文字、なんかもう読めない、読むのも嫌になるような文字です,ですこれ山だったり食べ物だったり、なんか全然統一感ないんで、こうなったりしお山と食べ物、どっちかですよね。 ああ、そうか。人はないとか、そういうなんか、うん、統一感はありますよ。どっちかかなと思ったああ、そうか、そうか。なんかこっち行く場合とこっち行く場合あるけど、うん、こっちへ行くことはないみたいな、うん、そんな,な、なんかなんですよね。文字列から、うん、引っ張られて、どっかへ引っ張られてるかもしれない。次もわけのわかん。これはなぜか文字が出てきやすいっていう、ほとんど全部に文字列が出てくるけど、<え>これもなんでこんなことが起きたのかわかりません。うん で次、これ、カタツムリですよね。これ、食うなよって思うんですけどね。あの左下の人以外は全部カタツムリなんですね。で、どこがカタツムリだな、かなと思ったら、これ、SNNAI という文字列なんですね。で、カタツムリはスネイルなんで、N1 個だし、最後に L があるんだけど、部分文字列がカタツムリっぽいと、そういうんでも引っ張られる。 つまり、入力した人が綴りを間違えたりしたとしても、その単語ないよって、冷たく拒絶するのではなく、ひょっとしてこの単語のことだったっていうのを察して、そういうのを出してくるっていう仕掛けになっているようです。だから、これは珍しく、部分文字列が分かったらいいですね、こういうこともある。うんうん、<laughs> さらにこれ これなんかズバキはこのトゥールっていうサブタンがありますけど、引っ張られたようにも見えないしで、これは景色か、タイの観光地なんですよ。うん、この建築様式ってタイなんですよね。あるいは山の景色かどっちかが出てると。タイが一体どこから出てきたのか、さっぱりわかりませんという状態です。さあ、さらに調子に乗って32文字。この32文字、これ表紙ですよね。32文字 DHOD ってフードって、うん、 だけど、そうして見てみると、これ一貫性ありますね。うん、なんか8つありますけども、どれも似たような感じですよね。うん、そ,うそうそうそう、バラバラの時もあるから。ちっぽい感じで、うん、えと場所はどっかわからないけどもいや。これね、全部タイなんですよ。ああ、そうなんですか。えうん、なんでタイタイの文字列のどこがタイだったのかさっぱりわかんないんですけど。あいえいえ、写真の方がこれはなんでタイいやあの この画像をさらに Google 画像検索に放り込むと、<ー>タイの観光地の写真がボロボロ出てくるです。近いやつがタイでたくさんあるわけね。そう,そうそうそう。同じやつじゃないですよね。うん、近いのはありますけどあ、ただ右下のこれなんて有名なやつですよ。ああ、そうなんですか。はいはい、それちょっとやった。あうん、それからもう一回、あと2回やってみた、うん。16枚出してみたんですけど<ー>これもほとんどタイですね。はい、右下と左下はタイじゃないんですが。ねはい、でも、もう雰囲気は完全にタイですね。 それで、これ何だったんだって、こうやって、そうかやってるんですね、うんはい。そうそう、この右下のって有名なあれじゃんっていう感じがするので、Google でこの画像検索するとこんなのがか,かります。モロ<あ>、実在する仏像じゃんって言って、なんか像の花っぽいんだけど、うん、その花のなんとか節シが一つ一つ顔になってるみたいな、そういう像があって、ちゃんとレンゲ座の上に座ってて、 まさに実物どおりなので、これなんて生成してなくて、誰かが撮った写真そのものなんじゃなかろうかという疑い,いもあるので、これ著作権とか大丈夫かなとか、ちょっと思ったりしてます。本当はねね近いねうん これ、えっと、よくこうタイ語の言葉が英語で表記されることがあってそうすると PHA とかちょっと英語らしからぬ KAEW とかこういうあの特殊な綴りが出てくるんでじゃあどっかそれに引っかかったのかなと思って元の入れたやつを見てもそんな文字列はないんだけどんなんか英語らしからぬ変な文字列があるとタイを連想しちゃうらしいですね。 それから次もこ,れこういう左側のやつを出してきましたけど、これはえっとあのこういういタイの独特の建築で、よくよく見ると全く同じじゃないんですけど、これに類する建築っていうのはあっちにもこっちにもあるということですね。本当だ、うん うん、それからこれも左側は2つはあのダリが出してきたやつですけど、探すとまあこういう右,、ま、右,右側みたいに出てきて、これもそっくりの字かどうか分かんないんですけど、こう屋根の一番裾のところからこう炎が立ち上がってるみたいな、こういう建築様式というのがあって、これを超波というらしいんですけどね。入れた文字列の中に超波なんて全然ないんですけどね。<ー>ただ、なぜかこれを連想して出してくるということですね。 で、えっと、全然別の32文字を出すとチョコレートとか鳥とか出てくるので、なんかタイを連想するとき、ね、結構確率高いんですけどね、ね<え>然そうこれ,はこれはタイは関係ないえ、あの、さっきとは別の文字列、さっきは DHOOD って文字列で、同じ32文字なんだけど、違う文字列を入れたら今度はタイは出てこなかったっていう。いや、だからさっきの文字列の名前が、こう、なんかタイ語。 ぽい感じをししたんでしょうきっとどっかにそういう文字が。次のやつはなんかスイーツな感じがしたんでしょう。どこがあってのはわかんないんですけどね。まあそうなんでしょうねっていう。我々人間にはわかんないですよ。えー、言葉の響きってありますよね。なんか食べ物とか。いや、んかあのタモリの花もげらごじゃないですけどね。<laughs> あそうなんあるんですね。<laughs> あいやいや,あのいや、多分。 うん、あのタモリはなんかラジオから聞こえてきたら海外の放送を雰囲気だけに似せて意味がないんだけど口までしてるっていうのがあってそれみたいになんかこれタイ語っぽいぞみたいに連想しちゃったのかもしれないですけどねあの裏で何が起きたのか分かりますさあ調子に乗ってこれ最後ですけど、ね、あの64文字もやってみました、うん、こんなにやんなくてもいいんだけど止まらなくなってでもこれ面白いんですよ、うんえっと、64文字の「設定部何々」ってやったら8枚のうち2枚はタイですね で右下は分かんないんですけど<ー>で他はなんか自然の風景で山ですよねだから<ー>タイと山が出てくるっていうのも一つのパターンとしてよくあるってことですねで別の64文字ト,トーンヌト何何ってこれはほとんどタイですね上の2番目と下の2番目はタイじゃないっぽいですけどそれ以外全部タイですねで右もなんかこう酸っぱ辛い 誰につけて食べるっていうのもちょっとタイの料理の特徴みたいなのとかってこれタイだなって思いますで、この文字列はどっからタイが出てきたんだよくわかります、えー、っとあそれでこれのきっと部分列がタイなんだろうなと思ったわけですよだからタイとヒットする部分文字列を特定したいって思ったんですよ だから試しに前半と後半の32文字、32文字に分けて、前半はタイが出てきたけど、後半ではタイが出てこなかったっつったら、前半のどっかにタイがあるんだと。そしたら、それのさらに前半と後半と分けて、この辺にタイがあるぞっていう、そのタイ文字列っていうのを特定できるんじゃないかと思って絞り込んできました。で、最初は前半です。前半32文字。思いっきりタイですね。この景色2枚がタイじゃないほかは全部タイですね。じゃあ、後半はタイじゃないんだろうと。 思ったら、後半も大な、これもうこの時点でわけわからなくなってて、エビも結構食べますからね、いか空かどうかわかんないですけど、これ結構大ですよ。こうなるともう、だって前半の文字列と後半の文字列って似ても似つかないので、一体どこが大だったのか長ければ大体単にヒットしちゃうのかっていう、なんかもうこの時点でよくわかんない、あの見はずん,うい<う>ん長いなんかランダムな文字列は大語に見えると。そうのそう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 。 ちょっとあの抽出できるはずだという狙いは外れでしたで。真ん中取ってもこれ100%タイですよ。それからじゃあ両端取ってつなげたらどうかこれもほぼタイですね。この左下の景色以外は全部タイですね。右はトムヤンクンラーベみたいなやつですね。えっと、それからこれ、えっと、最初の頭。 これはもうタイじゃないんだけど、下の段の左から2番目、これだけは台風の建築ですね。あとは全然タイじゃないですね。短くなると。短くなると、えー、るとこれも上の段の右から2番目のタイと、うん、右下がタイですが、それ以外は全然タイじゃないですね。うん、でも短くしてもタイの殴りがあって、 で、これは真ん中取ると全然タイじゃないんだけど、うん、じゃあ前半の両端取るとタイ料理なんですね。これ大体この色はタイ料理なんですね。左下のラーメンはちょっと日本っぽいですけど、トムヤンくんラーメンではないですからね。とか、えっと、じゃあ後半の前半はって言うとやっぱりタイは混ざってるんだけど、シかとか全然日本。あ本ほんとだ。えー、とか、 えー、後半の後半はこの2つだけタイですね。あと、この縦にある果物はタイの果物で、マンゴスチンという果物のようですけどね。はい、それから、えー、この真ん中、これも部分的にはタイですね。これちょっと鎌倉の大仏っぽいですけどね。こっちはタイの大仏っぽいですね。とか、えー、後半の前と後ろ、これはもうちょっと左下のやつはタイの料理っぽいですけどね。あんまりタイじゃなくなる。ということは、なんか短くしてる。 していくとだんだん体じゃなくなっていくということで、これ全部まとめてこんなで、どこが体って、あすごいな。全然、ともうだいぶ疲れてきましたけどね。こ,これで終わりです。だから、そうそうそう、<laughs> 止まらなくなりましたって。何 <あー S 1> か,か法則性を見つけたいだと思って、やっ気になったのに、全然出てこなくて、短くしていくと、もやもやもやっと体ではなくなってくるので、どこにも、どこにも体が入ってるんだけど、薄れていくって、こんなことあるかいって。 最後に見えると、いうことと、まあ根本的にはよく似たこう別の言葉探してきて、こうそれを出してくるんだという感じしますけどね。だからそうだとしたらこのダリの出力ね。 絵をポンと出すだけじゃなくて、うん、どういう単語に近いと思ったかというところを、ね、出してくれたらすごい分かりやすくなりますね。うん、そうそう、画家に頼んだとき、どうしてこの絵って言ったら、まあ、ちょっとぐらいは説明してくれそうですよね。うん、それやってくれないと分かんないですよ。うん、なんで出たの、ええっていうことで。で、こあの以上、テストは以上なんですが、<laughs> 結局、ここから分かったことは、どんな文字列をプロンプトとして入力しても何かしらの要素でエラーになることはないあ一回だけあって、S、 ESW って四4文字の文字列入れたら、これがルール違反だからねって怒られましたね。はは何に似てたのかはよくわかんないですけどあの、こんなことずっとやってたらアカウント消すからねって警告,警告が出てきました。どこか行かないんちゃうあんまり言わんほうがいいんじゃないですか、それ。よからぬ言葉じゃないですか、きっと。 でも画像生成してこないであの拒否されちゃうんで,で、再現性はきっとあります。だから本当かと思ったらああ。いやいや、だから、うん、この YouTube で喋ってもよくない言葉じゃないですか。あ、そうそう,そう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 。それに似てたんでしょうね。なんかある。えー、いや、わかりません。あのうん、検索したらなんか出てくるかもしれませんけども。でいや、何度も口にしない,い,いでください。多分 <laughs>、うんあの、どっかの国でよくない言葉なんだと思う。ああ、そういうのありますね。ありますね。あの っていう言葉があってあれはあのイタリア語だと乾杯 <laughs> って意味だし、<laughs> ってのアゴですよね、英語だと。なので、言語によっちゃちょっとやばいとか、あのー、ちょっとピーでなあかんような気がしていたんで、ちょっと後で <laughs> 入れてみよう。<laughs> はい、こんなです。えー、とそ,それなので、何、えーまあ、かしらそのエラーの時以外は何かしらの絵を出してくれ、えー、と8枚絵を出すと統一感がある場合もあるし、点でばらばらの場合もある。 統一教のときは何か意味にヒットしたんだろうな、引っ張られたんだろうなということですね、それからその最初の論文にあった、誰がイングを使ってるかもしれないという主張は多分当あったってないですよこ、これもうこの時点で却下していいんじゃないかなという。 うん、つまり絵の中に無意味な文字列を書き込んでて、その文字列を出力するのが単に下手なだけで、その文字列入れても何か絵出てくるんだけど、それは別に意味がない。何入れたって絵が出てくるんだから、これは別に隠語ではないだろうというのが私の推測です。で、2文字から6文字<ー>、はいあの、いろんな単語をランダムに入れたら何か高い感覚。 確率でタイの観光地や料理でようしてくるけど、いつもタイばっかりでじゃあフランスとかインドとか、なんかね、ベ,ベトナムとか、あのあのなんだス,スフィンクトエジプトとか、そういうのは出てこないのかって、出てこなくて、いつも出てくる時はタイばっかりなんですよ。これ何が起きたのかさっぱり分かんないです、ね。だから、それでタイに引き寄せる部分列があるのかなって探してっても、もや,もやもやとだんだんなくなっていっちゃうんで、全然分からないと。 まあだから、こうやってあのダリって裏でどんな処理をしているのかなっていうのをあぶり出すために無理くりな文字列を入れると少しなんかがばれてくるみたいなところがちょっと面白いかなと思いました。まあ、自由研究みたいなもんですね。はい、以上です。まあなんかちょっと分かりました、ダリの特性が。いやーあの、ね、僕今一番興味持ってるのは、まあ、この部分、ね。この部分という意味はね、この画像生成 AI というのは 2二つの要素があって、1つは、ね、絵を描く。でこれはプロンプトを入れずに単に絵を描くでこれにで。これもこれ自身すごいわけですよ。というのは矛盾のない、切れない絵が出てくるからね。うん、でそれはなぜなのかということを、まあ、今勉,強に勉強しててで、まあ、ディフュージョン。 というものを相当勉強したわけですね。それはまあまあ分かったという気はするんやけど、うん、次がその言葉をプロンプト入出てその絵を描くとそれは小林さんがおっしゃるようにですねその絵を描いていく途中でその言葉でそっちの方へガイドするわけで、ね。うん でそれのやり方がですね、今まぁ僕があの勉強したからクリップのやり方と、そからそうじゃないやり方があるように思うんだけど、うんでね、そ,その場合は、ね、意味のある言葉でそっちを引っ張るんだから、今みたいに意味のない言葉でね、なんで引っ張るかっていうのが、いや、わかりませんね。でうん だから単語空間って、まあ、ベクトル空間なんだけど、その意味のない単語っていうのも、そのベクトル空間の中のどっかのち一部を占めるわけじゃないですか。うんうん、だから、それが、それが近くにいたいという言葉のベクトルの近くにあるのかもしれんわけよね。何とも言えない。 そす,ぐす,すぐご近所には意味のある単語はないんだけど、うーんと遠くまでこうあの円の半径を広げていけば、どっかに最初にヒットした意味のある単語みたいなのがあって、そこ行っちゃうと、だからタイとか結構出っ張ってて、あさっての関係ないところからずーっと広げてってヒットすると、タイにヒットしやすいとかなんか、そういうことあるのかもしれないですね。そそうううだだわわワードツーベックやっっててみたららどどでですすかあそうかかかあああれを使ってるかどうかかないいけど、ね、<laughs> の空間が広いんだよ えっと、いえいえ、あの、変な、変な、あの、文字列。ワード2で、ね、2> <ー>なんか、ベクトルは出てきますよね、いやダメダメダメ、あれは辞書に載ってないとエラーになっちゃうんで。あそうなんですか。そうです、はい。ということは、多分あの、単語そのものを辞書引かない、それが辞書に載ってないと、ぶつ切れにするんですよ。あの、あ<ー>サブ単語、トークンっていうんですけど、だから、最悪1文字ずつになっちゃうはずなんですね。で1文字になれば多分 辞書にはは載ってるはずなんででそうやってトークン例えば、インターナショナルって単語を知らなければ、インターとネーションとあるに分けてみようとか、うん、こういうことをやってるはずなんですね。だから、部分列あのスネイルっぽいのがあればヒットするとかだと思うんですけど。うん、クリップだと行く,くはずなんですね、たぶん。クリップでさっきの絵と、うんえー、さっきの文字列入れると、まあまあ近いっていうふうにう、ね。近かったんでしょうね。うん あるいはクリップの傾斜ですよね、画像の、最初初期の画像、うん、ノイズみたいな画像ですけど、それの、えっと、各画素の値を上げればクリップの値が上がるとか下げれば、次の隣は下げればクリップの値が上がるとか、その画像に対してグラジエントを取って、グラジエントの坂を登って、いくグラジエントアセンドをきっとやってると思うので、あの全然似てなくても、こっちへ行けばそのクリップの値そのものは上がるぞってって、値が出てくるのかなとかっていう想像をしてるわけですねあれですね。 この画像生成 AI について、うん、ちょっと違う角度から考えるきっかけになったという気がしますね。すねはい、遊ぶにしても、なんかテーマがあると面白いかなと思って、うん、あの意味ないんだけど、ランダム文字列を入れてみましたっていうことです、ねはい。はい